神代でございます。今日はイザナギ木の城を築くについてお話をさせていただきます。この時期の吉備岡山県というのは塩の製造が盛んでありました。後世吉備の海岸部ではおびただしい数の製塩土器が出土しています。これによりこの弥生時代吉備は塩の製造が盛んであり、他の地域に向けて大いに塩の出荷販売が行われていたことがわかります。そういうこともあって吉備は比較的豊かな国でありました。そういうところには豊かな弥生文化が花開きます。吉備の弥生後期の文化の最たるものと言いますと上等式土器と言われるものです。この上等式土器というのは現倉敷市の東部に位置する地域、倉敷市上等地区で、製造されたもので、そこはすぐ東を足森川が流れ、その流域の自然堤防の高まりの上に形成された東西1キロ南北2キロの弥生後期の上等遺跡から大量に出土する土器であります。上等式土器は大ぶりな木台とその上に乗せた長い首のある壺が大きな特徴と言われています。赤みを帯びた木台は胴部のカーブが何とも言えぬ優美さで、横から見るとまるで鼓のように見えます。大きさは直径30センチから40センチ、高さは50センチから60センチ、安定感があって外縁部には鋭いヘラでノコギリのような鋸歯模様が彫り込まれています。またもう一方の長首壺はふっくらとした丸みを帯びた胴の上にやや太めの広がった首がぐいっと伸びています。口の部分は縁が外に張り出しバランスの取れた形をしています。真上から見るとろくろを回したかのような綺麗な円形であります。これらの土器は祭祀用に使われたと推定されています。壺の中には新たに収穫されたもみや酒などが入れられたに相違ありません。この上等式土器の特性である木台長首壺の系譜の中からやがて草創儀礼に関わる吉備特有の特殊木台特殊壺が生まれてきます。これらの土器の文化は畿内や九州県とは違って吉備特有の強い個性を示す文化で
あったわけです。続いて、この時期の吉備の国における銅鐸の状況について述べてみたいと思います。それには吉備の国における後世の銅鐸の出土から入っていくのが順当のようであります。初期銅鐸、紀元前後から紀元180年頃1個です。最盛期銅鐸、紀元200年から260年頃7個です。終末期銅鐸、紀元260年から290年頃0個です。これから判断されることは、吉備の銅鐸の出土数が初期最盛期にはそこそこあったものが終末期にはゼロになっているということです。いわゆるそれまでの銅鐸信仰の氏族が追悼され、そうでない氏族、もっと言えば鏡玉剣を神として崇める氏族イコール茅氏が勢力を拡大していった有様が伺われるわけです。そう、吉備の国地域はこの時期それまでの銅鐸を信仰する人々氏族と北部九州圏の鏡玉剣を信奉する人々茅氏との激しい戦いの渦中にあったと私は考えるわけです。そしてその戦いは徐々に北部九州圏の茅氏の方に勝利の女神が微笑み出していたようであります。一例を挙げますと、現岡山県玉野市沖 3.5km の海底から後世砂利採取中に銅鐸片が発見されています。それは銅鐸をわざわざ割って海に捨ててあったわけです。茅氏が武力で征服した石器人の首長の銅鐸を破壊して捨てたのでありましょうか。それとも在地の銅鐸信仰の首長が茅氏、もっと言えば邪馬台国への標準を示すために銅鐸を割って海へ捨てたものであったのでありましょうか。いずれにしろ私としては弥生後期のイザナギの時代、吉備の国は未だ国土の統一がなされておらず、混沌とした戦乱の世の中だったと推測します。まだまだ国を挙げてイザナギを支援するような体制は確立しておらず、茅氏もまた吉備の国の数分の1程度しか勢力を拡大してはいなかったと想像されるのです。それでは吉備の国の朝鮮式山城であります木の城について多少申し述べてみたいと思います。まずもっては木の城の木という単語ですが、それを古代韓国語で解析しますと、木イコールたっとい、すなわちたっといという意味であり、たっとい城という名称になるようです。
私はこの木の城はイザナギがキビツヒコに進言して築造なさしめた城だと考えます。カヤ氏も朝鮮半島からやってきた氏族ではあったでしょうが、狩猟民族の子孫だったかどうかは分からず、このような巨大な神々石山城、古代朝鮮式山城を作る技術を持っていたのかどうかも分からないところであります。それよりもイザナギが同盟国となったカヤ氏に周囲の蛮族からの攻撃を防ぐべく築造をさせたものとも考えられるわけです。イザナギなら北部九州にはいくつも古代朝鮮式山城を築造しているわけですから、間違いなく当地にも巨大な城郭を完成させることができたと考えられます。木の城は吉備津宮、後の吉備津神社からすると北西に約12キロ向かったところの現総社市奥坂の木城山、標高403メートルに所在しています。巨大な神々石山城、朝鮮式山城であります。山頂からは吉備の津を四股の間に捉えることができます。さらに小島の山並みや東北四国の八島大地、五剣山をも見渡すこともできます。古代の海岸線はすぐ眼下にあったと想定されますから、この城自体古代の海上交通の要衝に立地していたと言えるようです。木城山ですが、木城山は山頂に至るといきなり平地になっています。その8合目9合目のところに類々と切石や自然石を組み合わせた石類が周囲3キロにわたって築かれています。その石類の内部にはため池、水門跡5箇所、門跡などが残っております。王子はこの石類の内部に高屋蔵や宮殿、監視所、軍営所などが並んでいたのであったでありましょう。それはともあれ、この木の城が古代のこの地方の有力豪族である加谷氏の本城であったことはまず間違いないと判断されます。加谷氏はこの古代朝鮮式山城を本拠地として吉備平野の平定に力を注いでいたのです。そして、それはイザナギにとっても自分の拠点を瀬戸内海のど真ん中に作ることができた上でも非常に重要なことであったのでありました。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はイザナギ淡路島を占領するについてお送りします。よろしかったらチャンネル登録をお願い申し上げます。